ンジュール、私の名前は新井香子です。私は日本でフランス語を少し勉強してからモンペリエのアクサンフランセっていう語学学校で今勉強しています。気候がすごくいいのと人が温かいのと、と学校の設備とかもすごい整っているので勧めてもらって選びました。モンペリエは、自然もあるしお店もたくさんあるのですごく住みやすいです。と交通機関もトラムが街中を走っているのでどこにでも遊びに行きやすいです。ホストファミリーは？ホストファミリーはすごく優しい人で、私が風邪をひいた時も薬を飲ませてくれたり、食事を、特別な食事を作ってくれたり、すごくいろいろお世話をしてくれています。あなたのフランス語はどうなりますか？私のフランス語、まだ来て2週間なんですけれども、少しずつ語彙が増えてきて、聞き取りもできるようになってきたかなっていうふうに感じてます。わからないところがあってもすぐに質問すれば答えてくれるので、疑問点を残すことなく次のステップに進むことができます。いつまでいらっしゃいますか？私は4月の3週目23日までこの学校にいます。かなこさん、ありがとうございました。ありがとうございました。